皆さんどうもどうもよろしくボーナスドラゴン TK です。でね、今日も延長にパワーアップやっていきましょう。でね、今回はちょっとね、向こうね、向こうに上がってるんですけど、ちょっと行ったところにイベント発生してまして、そこ取り忘れたんでね、ちょっと仕方ないんですけど、やっていきたいと思います。でね、今回はロンドンシティに早いとこ戻ってせなあかんことがあるんですよね。クイーンオブアイスの撃破かな、無理かな無理かなっていうね。あれ、出てくるよな、出てこんと思ったんですよ。一瞬出てこんのかなって思ったんよってね。にょ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 、私の技を見せてあげる、上がれなさい行くぞ。ちょっと変な場所おーおー、すげー、一匹倒した。うわ、結構強っ。うわ、よっしゃ、クイーンも回復ないんだけどね、なかなか回復できるところがないから。そこか、終わり、よっしゃ、終わりっとよし、素晴らしい。人で構成してるんでね、人間でね。こっち行って向こうに戻る。ああ、これ降りるのか。ああ、あった。え、何？え、見ろ、この兵士まだ息があるぞ。ねえ、あなた大丈夫？カリン様。そうよ、カリンよ。よかった。ご無事で。やつは。この絵大丈夫、死んじゃいない。どうしてそんなことがわかるのよ。見たんだ、自己嫌悪。じゃあクイーンオブアイスの力だけど、この先は横浜の時と同じにはさせねえ。行くぞ。うん、行こう。よし、VP を回復できるしね。ここら辺でデフラグもしたいけど、まあしゃあない、取ってるしね裏で やるべきことですからね。てか全然おらんねんけど、全然出てこなかったんですけど、まあいいか、まあいいかしょうがない。これはね、大広間。てかなんであそこで倒れてたんや。もしかしてここも出てくるけ。え、倒されてる。ああ、ハートソン男爵。これは死体、クイーンオブアイスの仕業ね。いえ、カリン様、これは刀傷です。刀傷、刀傷、本当だ、確かに。あれ、こいつってハートソン男爵ですな。そうやね、ハートソン男爵、あの裏からレジスタンスを利用してたやつ。それがどうして何待っていたぞ、ライガー。王か、ここにいれば必ず来ると思っていたぞ。なんで王かはどうしてこうもダメな音なのかね勝負の続きだ。バカな、なぜ傷の手当てをしていない。それにハートソン男爵がなぜ死んでいる。この俺が殺したのさ。今さらおじけづき、カリバン王と共にデビルゴーレムと戦わねばなどと言うからな。これでもう後戻りはできなくなった。私にはもうライガ、お前を倒すこと以外に何もない。バカを言わないで、状況がわからないの。ほんまや、クイーンオブアイス連れてきてねんで。黙れ、
誰にも邪魔はさせんぞ。カリー様、どうか先に行ってください。ライガー、主の護衛の任から離れることが万死に値することは分かっております。しかし王家との決着は私の手でつけねばならぬのです。ライガー、分かったわ。行きましょう、アツマ。けど行くのよ、アツマ。分かった。さて、邪魔者は消えたな、ライガー。王家、私は悔いているのだ。なんだと。幼き頃、私たちは仲のいい兄弟だったはずだ。それがどこでねじ曲がってしまったのか。今のような関係になってしまった。共にがむしゃらに剣を振るい競い合っていた日々、もう一度あの頃に戻れぬか。ライガフフ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 。仕方あるまい。行くぞ、オーカ。ちょっと待って。いやちょっと待って。ちょっと霊馬前にするのにちょっともう下がったよ。ほんまにな。うん。よっしゃ。で、これで、中堅ギア、中堅パ、どっちも一緒なんや。関節、直接か、直接の方で行こうか。揺らせ、トラ。738。うわ、すごい。負けられんな。大アースシェイクアタイム。眠かった。戦か。なるほど。やはりお前は強いな。私は強いわけではない。強くあらねばならぬのだ。そうか、それが私と兄上の強さの違いか。おうか。さあ、ライガー、とどめを刺せ。できぬ。呆れた甘さだな。その甘さこそが無慈悲だと。なぜわからぬ。ならば仕方あるまい。何。カリン様。オーカー。なぜだ。こうでもせねば、お前は俺を切らぬだろう。せめて死に際くらい選ばせろ。さらばだ。わあ、死んじゃった。王家、死んじゃったよ。王家。ライガー、行くわよ。カリ、ちょっとさすがにひどいんじゃないの。だってライガのおっさん、弟を黙りなさい。ライガ、
あなたがここでとどまり悔やむことは、桜花の死への冒涜、それをわきまえなさい。清い、参りましょう。しょうがないね、ライガ専用パラドキシア剣コア、剣の攻撃だ。それは嬉しいよ。けれども、だけれども他は？じゃあ入れてくんのかい、やっぱ入れてくんのかい、やっぱり。で、敵、お、初めて見る敵が多い。なんていうできないの、気になるな。おしゃい、よっしゃ、倒したパンプキン野郎。パンプキン野郎、よろしいよ。ちょっとやばいやばい、勇気やばい。さやかめ、どうした、どうだ、おい、さや。あー、なんか、あー、勇気死んだ。ほんま勇気ヘボよな。マジでもう、わよっしゃ、終わった。やった、さらに磨きがかかったわ。なんか勇気ってエゴいよな。なんでやろ、なんでやろ。え、こいつって どこ行けばいい、話す。おい、あんた、おいってば。ダメだ、ダメか、こっちか。あいつら止めてくれ。あいつら、あいつら、おい、誰なんだあいつらって。黒髪の青年と青白い子、ここに例のデビルゴーレムを一緒にいたいね。デビルゴーレム、あ、クイーンオブアイス、この上か。お、ほいいやな、ほんまに。ロンドン城廊下、何これ。え、ああ、あれか。え、何これ、入れんのか、入れんの。ちょっと待って、どこ行けんかわからんから一旦ここ入る。お、アイテム発見。お、ハイワイドシュート、カリン専用。ちょっと待って、見させて見させて、カリン専用やスキル習得。ハイライドシュート、お、無属性の中キック。無属性の中キックか。ハイワイド、これか、これはいい、これに変えとこう。で、廊下出て、廊下走ったらあかんでっていうな。そういう問題か。右腕が、また右腕が。アツマ、カリン、この先に奴がいるぞ。いるか。一旦じゃあここで剣作っていこう。よっしゃい。で戻る。ゴーレム生成できるかな。できひんやんか、全然できひんやんか、もう。もうこれ欲しいねんな。ちょっとさ、集めていいかな。あってもうちょいやねん。ちょっと待って、アイディアの売却でちょっと出ようと。血はこれありすぎるから。よっしゃ、あ、40個、まあいいか、しゃあない。8500スキル購入、あー、8800。ちょっと1回だけ戦闘させてもらいましょう。で、こっちには何かあんのかな。何もないんかい、何もないんかい。じゃあ戻るわ、どうか。何もないんかいやね。で、あ、こっちは下に戻る。こ
これは違うね。ちょっと一回だけ戦闘させて、出てきてくれへんかな、はよ。ねえねえ頼むわ、話す。誰か、おお、なんとかしろ。 お前は心配するな、私が連れてきた。ライザ様、お前は一見の真似をします。分かった、任せよ。行こう。行きたいんだけど、ちょっと一回だけ戦闘させてよ。ねえ、はよ出てきて、はよ出てきて、頼むから、頼むから、はよ出てきて。きた、これで帰る。いい子。まあ今のところはね、ゴーレムとか生成とかはほとんどしてない。穴だらけになっても知らないよ。一匹残ってるけど一匹残ってるけど、まあそれはまあ置いといて、いけるからね。なんで前に行くんやろ、勇気って。後ろに行ってくれへんかな、撃たれ弱いねんからさ。水よ、王女にやったらそこがね、ちょっと待ってよね。そこいらんって、左に上げてって。お、出して出して、よかった。ほら、何やられるやろ、お前はさ。もうちょっと場をわきまえてさ、言ってくれないかな。何やろ、なんでやろ、なんでやろ、ほんま。こんな感じよね。とっとと先行こうぜ。よし、ちょいと見に行こう。これでね、ジョー出てくんのかい。もうこういう時に出てこんでやねんて。出てきてほしい時に出てこんねやな。お、ダリアシールゾーレンが向こう。ダリアシール使いすぎやな、大変やったな、言うてそれが良さそうやな。でもな、でもな、イントネーションおかしかったけど、でもな、勇気な、そうやからさ、EX スキル使えるわけよ。ちょっとはな、スキル購入。おっしゃ、こいつメガシュートはカリンか。おっしゃ、こっち買おう。でスキル集ま、習得スキル。お、ちょうど取れた、メガフレアウェーブ装備スキル。はい、フレアラッシュ。ウェーブやろ、無属性やろ。よっしゃ、縦列に非属性の強肩波、これはいい、これに変えていっとこもね。じゃあそろそろ行きますか。よーし、一剣玉行くぜ。さてさて、どうなる。 あれは遅かったわね。うわ、マジで。お父様、カリン様、お待ちください。お待ちください。貴様、お父様によくも。絶対に許さない。カリン、逃げるのだ、ベビル。ごめん、かなわぬ。お父様はこう言っているけど、あなたはどうするの。黙れ、ゲス。お父様を離せ。ゲスではないやろ。さあ、ないと殺してやる。え、無理やろ。あら、怖い。仕方ないわね。ほら、返して。いやそこ。えげつな。カロスで生きてた。どうしてこんな、まだ
悲劇の親子愛ってところね。ってところね。泣かせるわね、トーナ。はい、クイーン。まあ、もっとも、どんなに立派な親で、立派な王様でも、死んじゃったら、ただの肉の塊よね。この上、言い方、この上、お父様を侮辱するのか。あら、怒ったのかしら。姫様の可愛い顔が台無しよねえ、トーヤ。ヒステリックな女って嫌よね。はい、クイーンよ。はい、クイーン。もう完全に乗っ取られてる感が否めないんやけど。危ないっす。殺してやる。赤身が砕けようとも絶対にお前を殺す。そうね。じゃあふさわしい場所でお相手してあげるわ。この先の炎帝神殿で決着をつけましょう。炎帝の間で待っている。さあ行きましょう、トーヤ。待て、トーヤ。無駄よ。この子の心は私の。じゃあね、右腕の棒。うわ、まだ消えてた。うわ、えらいことやで、ほんまこれ。と、いや、うわ、二人やばい、めっちゃ怖い。カリノス様、行くわよ、ライカ。ロンドンシティ王女カリーの名にかけて、私は父カリバンの仇を討つ。ギョイギョイ、いつまでもギョイ。必ず、おお手に入れることができたんや。おお、話しかけんと言ってたら、これもうやばかったって。え、なんかある、ここ。なんもないな、なんもないよな。うん、なんもないってことだよ。今回はこれぐらいにしておきましょうかね。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので、見てください。では、さらば。